こんにちは。体の枝のエポック更新動画の方をいつも送っていただきましてありがとうございます。体の枝の特徴ってのはステーキングがとってもね、シンプルで見やすいってことですよね。さらに動画を送っていただいて理解が深まります。ところでね、私 AI アートってのを趣味に始めたんですよ。いや、これがね、なかなか面白くて奥が深いですね。あの、AI アートっていうと、それまでの私の感覚では、あの、1タップ、2タップでポーンとね、 あの私とかが素人がやるんですよそうすると自動生成された絵がでできるわけなんですよねそれにどんな価値があるのかなとこんなん例えばね人が作った AI アートを人が買うとは思えないんだけどなとだって自動生成でしょって作った人の感性とか歴史とか経験とか反映されてないんですよでもね実際に作ってみるとなんかいっぱい作っちゃって止まらないですねそれであこれはいいやつだなって感じるのが出てくるんですよ それが自分が作ったの中に自分の気に入ったのがあればいいんですけども他者が作った AI アートの中であ、これいいな、こういうの俺も作りたいんだけどなって言っても作れないんですよ。自分で絵を描くこともできないし AI アートっていうのはランダムで私たちから見るとね、ランダムでできますから。だから自分の手元にランダムでできたものが自分好みのがない場合は他者から譲ってもらうってことになると思います。つまり商売成立するんですよ、これ。 逆に自分が作った自分から見たらね、どうでもないものが他社から見てどうしても欲しいっていうふうに思わせるものになるかもしれません。それが例えばね、複数人の方が欲しいというふうに言ってくださったらそこで値段って上がっていくじゃないですか。こういったマーケットが作られるんですよね。そしてその裏付けにイーサリウムが使われているということも興味深いと思います。つまり AI アートの裏に NFT を埋め込むことによって著作権というものが実はね、守られるんですよ。 で著作権が守られた時っていうのはどういう NFT 効果があるかっていうとどっかで自分の知らない時に転売が起きるたびにその利益が一部入ってくるコミッション制なんですよねだから絵の値段がどんどんどん釣り上がっていけばいくほどその釣り上がった値段に応じたコミッションが関係ない自分 NFT の著作者に入ってくるんですよねいやこれはなかなかね NFT マーケットいい感じになるんじゃないかなと思いますそしてこれがゲームアプリとか音楽とか いろんなコンテンツに広がっていくとまさにこれから需要拡大にまたなるんじゃないかなと思います経済が今後退してると言われてますけどももしかしたらこの NFT がその突破口を開くかもしれないなと思いながらの放送でしたこれからもよろしくお願いします